私物私物なすごいいい色な服を履いてるようなもん、はい、ではでは今日の1点目からいこうと思います、うん、ちょっとお待ち。おお、1点目のやつね、これね裏起毛なんですよ。そう、めちゃめちゃあったかい。よし、では、うん、いきます。配色ステッチ PO 品番が C の5643、 C の5643です。お色4色展開になっておりまして、くーちゃんが着ていますモカブラウン、はい、はい、そして手に持ってるスミクロ、はい、そしてスモーキーピンク、はい、で私みーちゃんが着ておりますアイボリーの4色展開になっております。お値段いきます。じゃん、2490円、イエーイ。でこちらが、はい、9月26日日曜日10時発売で、9月27日月曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。ではぐーちゃんポイントお願いします。はい、これはですね、皆さんもお好きな裏起毛でございまして、これからの季節からもう冬まで着ていただけるアイテムかなと思います。これの嬉しいところは、もう裏起毛っていうのもそうなんですけども、配色のステッチが入っております。はい、こんな感じでステッチが入ってて、手首のところと首元で、後ろにもね、あのカラー違うんですけどステッチ入ってます。縦ラインが入っております。で、全てのカラー入ってるんですけれども、このスモーキーピンクだけステッチはスモーキーピンクのステッチになっております。なのでシンプルでも着ていただけるのがすごい嬉しいポイントかなと思います。で、胸のところね、結構ねポワンとしてる袖感、そう、ちょっとゆったりめの袖感なので、なんかデイリーで本当に使っていただけそうなアイテムだし、結構ねレタスのトレーナーとかって大きいも多いじゃないですか、オーバーサイズ多いんですけど、うん、これはちょっとショート丈に近い短めなので、なんかすごいデニムにも合わせやすいし、うん、スカートとかと履いてもらった時とか低身長さんとかも着られてる感があんまりないトレーナーかなと思います。なのですごい使いやすいかなと思いました、うん、以上です。はい、ありがとうございます。あ、はい、そのピーキーピンク好き、安い、そう、安いですね、可愛いですね、これめっちゃ可愛いですよ ね、うん、あんまりレタスで見ない色の気がしますね。うん、はい、あ、スモーキーピンク、ぐーちゃん着てほしい、オーバーも似合うかなって感じなので、ぐーちゃんに着てきてもらいます。はい、はい、あ、かわいい、欲しいな、ね、これめっちゃ欲しい、私もめっちゃ欲しいなと思ってて、タイトスカート合わせもかわいいし、これね後半で紹介するんですけど、こういう360度ゴムのフレアスカート全員マインしてもかわいいと思う。で、ぐーちゃんみたいにデニムハウスももちろんかわいいので、これはボトムス割と何でも合うと思います。ウェーブなのでショートだけ嬉しいです、リーさんさんね。これそんなめっちゃがっつりクロップド丈とかではないんですけど、程よい長さで、私のお尻半分は隠れてない、3分の1隠れるかなぐらいなので、ちょうどいい長さかなと思います。みーちゃん着てるのはステッチ何色ですか、まーさん。ね、グレーに近いか、なんかチャコールグレーみたいな色ですかね、のステッチが入ってます。グレーかな、ちょっと待って、うん、グレーに近い、グレーモカみたいな感じの色なので、秋っぽくて可愛いです。うん、可愛い。あ、今来ました、みーちゃんのスカーブの品番教えてください、ゆずすけさん。これはね、2点目にご紹介するタイトスカートなんです。お、これ2丈あって、私今短い方着てるんですけど、こっちの長い方の丈もね、平均身長さんにおすすめで、私結構この丈で着れるタイトスカートあんまりないので欲しいなと思ってます。後でちょっとじっくり紹介しますね。はい、袖がゆったりだから真冬とかはアウター大きめじゃないと難しそうですかねっていただいてるんですが、いや、でもね、意外とここキュッてなるのでそんな選ばないと思うんですけど、うん、なんていうの、タイトめな革ジャンじゃないや、ライダースみたいなやつはちょっと難しいかもしれないですけど、一般的なこういうちょっと袖口大きめのアウターを着れるんじゃないかなと思います。トレンチとかも、うんうん、かわいい、ピンク、ね、ピンクかわいいですよね。なんかかわいすぎない、スモーキーやから、確かにくすんでてかわいいね。かわいい、うん、じゃあちょっと私も着替えてきます。お願いします。あ、シアータートル合わせみたいです。シアータートルがね、今ねちょっと重くなくて合わせできないんですが、でも絶対合うと思います。はい、絶対合うと思う。うん、あ、みーちゃん着てる、あ、見ましたね、さっき。あ、後ろチュールジレを合わせは変ですか、絶対可愛いと思います。うん、そんなにチュールのところ、チュールのジレも脇の幅とかそんなに狭くなかったと思うので、これ全然
着れると思います。うん、いけそう。私絶対可愛いと思う。うん、裏肝って裏側全部ついている、一部だけ全部ついております。一回ひっくり返してみましょうかね。めっちゃあったかいですよ。全部についていると思うと思うって一回裏返してみます。はい、うん、裏返すと、あ、全部ついてますね。うん、ちゃんとしっかりついております。こんな感じです。裏返すと、はい、温かいほわほわした素材感です。裏も手のところもしっかりついております。あ、ミーグーちゃん買うなら何色？みーちゃん何色？アイボリーかな。のアイボリーめっちゃ似合ってた。すごい。私はモカかな。でもこのスモーキーピンクもめっちゃ可愛いなと思ってます。めちゃくちゃ可愛い。うん、ちょっと待ってくださいね。あ、グーちゃんのパンプスの紐を入れてください。これはね、最近のやつなんですけど、あとでちょっと調べてきます。すみません、今ちょっと分かりかねますが、みーちゃん帰ってきたらちょっと調べますね。はい、うん、今から見ます。ありがとうございます、嬉しいです。ぐーちゃんサイズは何着て、みーちゃんぐーちゃんサイズは何着てますか？これはね、ワンサイズ展開でございます。Mサイズです。はい、販売はネットのみですか？どこかで試着とかできますか？ね、今ね、梅田店と、三宮店にはもしかしたらあるかもしれないですが、私たちもね、店舗状況をちょっと分かりかねるので、あれなんですけど、もしかしたらそこにあるかもしれないです。はい、ですが基本はネットで売っております。はい、コート着れる。コートね、一回着てみましょうか。ちょっとみーちゃん帰ってきたらコート着てきます。お願いします。はい、してきました。で、こういうなんかグレーにカラーパンツってめっちゃ可愛くないですか？なんかグレーのスウェット、これは濃いから部屋着っぽく見えないんですけど、なんかちょっと薄めのグレーのこういうスウェットってなんか部屋着感が出ちゃうんですけど、そういうのにね、カラーパンツを合わせてあげるとさらに部屋着感が薄れます。これはステッチもあるので可愛いよね。そうそうそう、そんなに部屋着感ないんですけど、こんな感じでございます。あ、そうや、ほんでこれのパンツ、多分ね、土曜日やったと思うんだけど、ちょっと待ってくださいね、品番もお伝えしなければ。今日ちょっと合わせでいろいろ着ていこうかなと思ってたんですけど、これ皆さん覚えてます？ M の3383、 M の3383のフレアシルエットカラースラックスパンツっていうのが結構めっちゃ人気やったんですけど、あのね、めっちゃ長かったんですよ。それのショート丈が土曜日出ます。明日やね。なんですけど、まあ、ちょっとショートでも私若干長いんですけど、裸足で履くとこんな感じ、股上開けて、そう、つくっちゃつくんですけど、でも今からの時期多分ローファーとかペタンコのサンダルを合わせることはないと思うので、ブーツとかローファーを合わせてあげるといい感じで着ていただけるかなと思います。はい、はい、コート合わせてきました。お、着れる、ね、全然余裕で着れます。そう、このアウターはね、またここが広いからね。確かにね。そう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 、なんかそこが売りのアウターなんですけど、はい、いけそうです。いけそうです。うん、あ、そのパンツめっちゃ良かったよ。今回色違いもゲットしたい。ぜひぜひ、ありがとうございます、レイナさん。そう、今回多分新色も出てたんちゃうかな。あ、出てるわ。オレンジとチェック柄、あ、そうそう、ダークブルーとチェック柄イエローっていう新色が出てるので見てください。うん、はい、ちょっと撮影行ってて現物をお持ちできなかったんですけど、はい、可愛いのでぜひ見てみてください。うん、はい、うん、あ、みーちゃん一回アウトしてほしいです。こんな感じです。アウトしてもあんまり着られてる感ないんじゃないかな。確かに。そう、パンツもちょっとすっきりフレアパンツなので、はい、低身長さんにはおすすめです。うん、あ、やっぱりそのコート可愛いな、毎年毎年。可愛い。ね、今年はさらにね、可愛くなって、そして着やすくなってね、うん、そうだよね、登場するので、はい、はい、です。ですね、うん、あ、ぐーちゃんのスカートの品番知りたいです。これはですね、見てきてもらいます。みーちゃん157だったら丈いい感じかな。やっぱちょっと骨格とかにもよるので絶対いけるっていうのはなかなか言いづらいんですけど、152cm の私でこれぐらいの丈感で、単純計算で5でしょう。でも足が5とは限らないのであれですけど、ギリいけそうな
気しますけどね。150人でこれやから若干上がる。いけそう、ギリギリね、ほんまにギリギリやけど、うんうん、いけそうな気がしますが、まあでもこれから厚底のローファーとかブーツとか合わせていただいたら全然私の身長でも着れるので、うんうん、はい、いいと思います。はい、このスカート M3396 でした。はい、そして私のパンプスの、ね、質問いただいてたんですけど、うん、これは愛の2335です。はい、はい、ありがとうございます。ですね、今から見ますロンティー合わせだと下から結構見えるのかな。ロンティーは下から見えそう。していきましょうか。なんかぜひ。ありがとうございます。ですね、あ、グーちゃんにパンツ履いてもらうことできますかといただいているので、ちょっと今日のコーデどこかで合わせてもらおうと思います。グーちゃんでもちょうどいい感じかもしれないね。これめっちゃ長かったよな、ワンサイズ。長かったですよね、うんうん、ちょっとグーちゃんに着てきてもらいます。うん、M3382 ちゃんのパンツ、あ、ありがとうございます。そう、明日再販のやつですの短い方のショート丈を今着用しております。はい、あれ画面ちょっと斜めだよな。どうも入れたんかな。あ、はい、入れたはい、よかった。あ、はい、USA コットンのロンティー着てきます。ちょっとオーバーめなので下から結構出てるんですけど、かわいい。ロンティーでも出そう。めっちゃ可愛い。ね、可愛いですよね。うん、いいと思います。はい。そしてあったかい、めちゃくちゃ。めっちゃあったかいよな。ほんまにあったかい。はい、トップ付け玉できやすそうですか？毛玉はこれできにくいんじゃないですかね、まだ。ね、中は、うん、あの裏肝ですけど、こっちは普通にスウェット生地なので。そんなにできへんと思います、うん、普通のなんやろロゴプリントスウェットとかの生地感想像してもらえたら、うん、多分そんなにあの違和感ないかなと思います。はい、はい、よし、じゃあ次行きましょうか。そうですね、うん、じゃあ次ブーちゃんに着替えてきてもらいます。はい、タイトスカートめっちゃ可愛いですよ。なんかタイトスカートってツイードやったり花柄やったりレースやったりで柄やからなんやろちょっとボーダーに合わせたら違和感とか私結構あるかなと思うんですけど、今回のタイトスカートはもう無地なのでトップス柄持ってきてあげてもあのバッグがチェックとかツイードとかでも全然違和感なく着れるものなので意外とありそうでないのですごいおすすめです。なので楽しみにしててください。うーん、トップス2色買おう、かわいい、ぜひぜひ。これほんまにかわいい。私はね、アイボリーと、あ、でもグーちゃんが着てるこの色もかわいいな。これかわいいですね。かわいい、秋っぽいよね。これにゴールドのネックレスとかつけたら絶対かわいい。なんでその2色欲しいかな。あとは、これのね合わせをしたくて、これとかめっちゃ秋っぽい。あ、かわいい。あ、かわいい。この合わせしたいとか、とかやったらどう着るか。でもこれでね、スミクロのデニム合わせもかわいいと思うんですけど、意外とライトブルーのデニムとか合わせてもかわいいんじゃないかなと思います。確かに確かに、うん、グーちゃんは1C のピアスから。そうです、そうです、 1C のピアスです。よく私がつけてるピアス1C 、はい、でございます。うん、ちょっと下いきますね。はい、確かこれからの季節便利ですよね。うん、やっぱ裏肝ってもう急に寒くなってきましたよね、これからの時期。結構持てたら多分使いやすそうな気がします。うん、あ、グリーンのスカートかわいいね。かわいいですよね。やっぱこのグリーン私結構好きか、重さみがあってめちゃくちゃかわいいです。はい、うん、あ、グーちゃんさっき入ってたスカート人気でした。本当ですか、あれすごい人気でしたもんね。よかったら再販リクエストのボタン押していただければ、再販しやすいのでよかったら皆さん押してください。はい、あ、グリーンのスカート気になるね。これね、
グリーンだけじゃなくて私は結構ブラウンも推しです。さっきみーちゃんが入ってたんですけど、はい、めっちゃ可愛かった。そうグリーンも可愛いですけど、なんかグリーンって今年めっちゃ流行りなんで1個持ってればねなんかずっと使えそうですけどね、うん、はい、あ裏起毛は車移動の時に便利。確かに寒い時ありますもんね。車でも暖房つけたらなんかもわっとしちゃうしみたいな時とか本当に裏起毛便利だと思います。はい、うん、ぐーちゃんさっき入ってたスカート販売中のやつかな、新作だったのかな。新作ではないです。販売中かなと思いますが、もしかしたら在庫は切れてるかもしれないですが、はい、マーメイドスカートです。うん、あ確かに今年グリーンどんどん出るね。ね、出ますよねグリーンが。